くさん。たきびとくまちゃんありがとうございます。38度、やばいね。でもなんか40度とか普通にありそうだよね。アイス今日までなの？夏これからなのにアイス今日までなの？嘘でしょ。夏はまたちょっと違うやつか。こんばんは。暑すぎるマジで。34か。34か。外で作業はやばすぎ。普通に愛さ、ありがとうございます。くまちゃんありがとうございます。お、いちごアイスありがとう。当たりだよ。今日外でももちろん練習しないとやばいんで、家にずっと入れる日なんてないですよ。船、すごい船か。あるわけなくて。アイスありがとうございます。たくさんアイス。夜もね、夜も全然涼しくない。びっくりするよね。普通に外はもう無理だよ。直射日光やばい本当に。結婚してお二人です。マジで気をつけてください。なんか日焼け止め塗るの忘れるからいつも最悪って感じ。普通に最悪。わかる。クーラー消せないよね。消した瞬間から。それは嘘だけどさ、あの暑いもんね。洗濯物干さなきゃなのに。わかる。洗濯物さ干す瞬間も嫌だよね。ちょっと開けるのも嫌だよね。今日はですね、食べました、セブンのカフェラテ氷。ここね、なんかセブンのカフェラテ氷を昨日レッスン場に、あ、今やっぱいいやと思って冷凍庫入れてて忘れてたので今日食べました。昨日買って冷凍庫入れてたやつ、レッスン場の。熱中症アラートとかあるんだ。飲みに行きました。熱中症ね。夜野球。うわあ、蒸し暑そう。野球やりたいな。白くないんですよ。だから今から黒くなるかもね。30度。アイスめっちゃみんな送ってくれる。パフェありがとうございます。めっちゃみんなアイス送ってくれる、ありがとう。北海道行けなかった。あ、そうなの。行けなかったんだ、残念。いちご、違う、バニラアイスありがとう。北海道とかどれぐらいなんだろう、気温。暑いは暑いでしょ、だって明日が配信から1年なんだ。アイス買って帰る途中で溶けた。もうそんな溶けちゃうんだ。あ、蒸し暑いんだ。毎日アイス食べてないです。アイスそんな好きじゃないわけじゃないけど、別にそんな食べたくなんなくて食べないですね。ハートありがとうございます。ポロって変わんないんだ。いちごアイスありがとうございます。てかさ、なんか今日愛知からさ北海道までさどれぐらいかかるんだろうと思ってさ、ちょっと調べてみたらさ、飛行機で1時間44分とか出てきて、いや新幹線でさ広島帰るのより時間としては近いんかいと思ってさおもろくなった、マジで。私どんな遠いとこから来てんねんってなった。普通にパルムね、なんかこの間お姉ちゃんがお家泊まってた時に箱で買ってくれてた。それはねもう食べた。
クーラーいいよね。え、何急に。おむかのココハは足めっちゃ褒めてくれるじゃん、ありがとう。飛行機ね、ココハも乗ったことない。あんま別に乗りたくない、怖いから。いや、広島の空港遠いからなんかその手間がガチでいらないかも。あ、空港から遠いんだ。やっぱそうだよね、空港ってマジでなんか山奥にあるよね、大体。あ、実質2時間半じゃ同じぐらいか。いやマジね。あ、飛行機で帰ったんだ。広島空港遠いよ、遠い遠い、マジ山奥だから。一回しか行ったことないけど、飛行機乗ったことないんですけど、あの空港でイベントがあった時があって行きましたね。広島知らない、結婚してドクターアリです。空港海に近いの、地に足ついてるねー、それなー。マジで広島そろそろ帰りたいんだけど。マジで熊本飛行機デビューしてたんだ。何イベントは、結婚してアクタリです。飛行機乗らないんだ。乗らないよね。お盆帰れないでしょ、8月暇じゃないし。広島行くとき、あ、飛行機で行くんだ。え、別に 何イベとかじゃないイベント何イベとかではない、 何イベってどういうこと。仙台の時、仙台いいね。確かにお盆とか絶対混んでるじゃん。明日も頑張って、ありがとう。確かにきっかけ、確かに。ピースイングマジで行きたいんだけど、そろ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 行かせてって感じね。なんかさ、だからここは全然自由席とかでいい派なんだけど、新幹線とかって。夜行バスね、なんか夜行バスここはもうなんか割と快適っていうか、別に苦じゃなかったなって思って。まあなんていうか、時間がないとでもあのね、あんま使えないかなと思ったけど。こんばんは。自由席座ってここ入ったら、いやいや普通に自由席乗っちゃうよ。でもそんなあの、もし乗るとしてもさ、広島と名古屋の間だからさ、あんま乗ってる人いなさそう。パフェありがとうございます。うわー、お話し会とかも、そっか。アイスたくさんありがとうございます。アイスめっちゃみんないっぱいくれる、ありがとう。流れ星ありがとうございます。こんばんは。つかない、あーね、開かないねー。アイスでも、いやありがとう。アイス今日で終わりだからくれるの。
ありがとう。明日もね、楽しみですよ。楽しみです。ハートありがとうございます。え、ありがとう、嬉しい。さくらさんの写真撮れなかったんだよね。そう、時間が合わなくて。お話はしたんだけども写真撮れなかった。トレード当たりますように。チョコに対するありがとうございます。帰宅ねえのモノマネ。何、帰宅ねえのモノマネって何。してないし、そんなモノマネが存在することも知らなかった。参考に制覇してください。ラブリンさんとはね、ツーショット撮りました。もちろん仲良しなので、次回はちょっとさくらさんと撮ります。キッズ DM ありがとう、見てくれて。むずい、マジで苦手ですね。結婚して、あ、二人です、仲良しですよ。レアな衣装着たキミちゃんと、うわー、そうじゃん。なんかさ、キミエさんとさ、マジでさ、ツーショットマジで撮ってなさすぎる。なんかさ、前回のやつ撮ってなくて、前々回はなんか謎に、なんだっけ、レッスン着で1枚撮ったんですけど、撮ってなくて、その前も多分撮ってないでしょ。ガチで、ツーショット撮った記憶がない。マジ撮らない。 なんでかな、あ、分からないですけど。だからちょっと頑張りますね、明日。撮る前に見つけられたのすごくない。でも予想は違うポジだったでしょ。違うポジ予想してたっしょね。ちょっとそう、みはるさんポジで、そう、みはるさんが卒業される前に教えてくださったんですよ。そうで、なんか動きも難しくて、なんかうまくできなくて、すごい優しく教えてくださって、みはるさんが。そう、なんかそれまで話したことがなくて、そこで初めてお話ししたんですけど、すっごい優しくて、そう、大丈夫だよってめっちゃ声かけてくれて、すごい優しかった。忘れてんのかな、分からん。なんかココアが、撮らない系の人間なんだよな。マジで写真あんま撮んなくて。なんでなんだろう。いや、惚れちゃいましたよ、みはるさん。マジ優しくて。そう、最後にね、教えてもらえて嬉しかったです。15分経った。自分のペースでしたらね、もうダメなんですよ。そんなね、悠長にしてる暇はないんです。ゆきさんとはね、ツアーの密着で K2 さんを行かせていただいた時にお話ししましたよ。見学してる私にレッスンをくれました、ゆきさん。 K2名古屋行った時、15分経ったので終わりたいと思います。バイバイ。バイバイ。